日本とサウジアラビアの経済関係が新たに段え、新たな段階に入るという話です。昨日来日したサウジアラビアのサルマン国王との間で、日本企業の進出を促すために、サウジアラビアに経済特区を作ることで合意して、トヨタ自動車や JX グループ、三大メガバンクですね、東京証券取引所などが経済面で協力をするという記事です。 13日に安倍総理、ですから今日ですね、安倍総理とサルマン国王が会談し、経済を軸とした協力方針、日本とサウジのビジョン2030、これを打ち出します。 サウジアラビアが目指す石油に依存しない経済の構築を後押しするため日本が製造業医療投資金融こういった分野で全面的に協力する内容となっていますサウジアラビアは財政収入の大半を石油関連事業に頼る偏った経済構造から脱却するためにムハンマド副皇太子を中心に産業の振興インフラ整備を進めていますまあ、こうした方針もあって遅れていた日本企業 の進出が本格化するということなんですねまたサウジアラビア国民のおよそ半数が25歳未満成長市場としての魅力も大きいということです、えー、昨日もあの特製のタラップを使って降りてきたりとかね<ー>まあ今はお金持ってるから高級会社の車列がすごかったり、うん、全部で1000人ぐらい来るっていう<ー>昨日だけでも300人来たというねすごいですねすごいサウジアラビアですか、ね、ら。はい、でもやはりこの先は心配してるんですねあのですね,ね<ー>まあその派手なね、はい、外見 は裏腹に、うん、多分5年以内に国家破産するんじゃないかと言われているんですよ。えー そうなんですか。残念ながら。<う>あのね、サウジの経済というのはね、ええ、もう原油価格に完全連動ですので、はい、まあ1バレル100ドル以上あった時にはもう、もう左打ちはでうまハまだったんですね。ええ、で、これ、あの、忘れちゃいけないのがですね、サウジアラビアという国は、あれはま王国であってですね、はい、まあ今、権力者の皆さんというのは特に投票によって選ばれた人たちじゃないんですよ。ええ、で、そのまあ、あの、王族の中の権力闘争があって選ばれるんですけど、<ん>はい、まあ国民というのはですね、まあいろんな意見を持ってるんですが、その不満をですね、選挙で表明することはできないんですなので、まあ いわゆるこう、ジハディストと言われるようなね、イスラム原理主義テロリストの出身国に、サウジアラビア結構多いでしょ、はい、あの、アメリカの9.11だってあれ、実行犯15人ぐらいいますけど、うん、ほとんどサウジアラビアの人ですよね。<ー>だそういうのは、まあ実は、あの、そういう、まあ政治体制の問題があるんですね。えー、経済的に豊かでも、えー、あの、政治の民主化が進んでないと、<ー>やっぱりね、その反対意思表明するために、ああいう荒っぽいことをする人たちがいると。いうのは結構ポイントなんです。えー、で、経済がダメになってくると、もう今までそういう人たちにお金配って、まあまあ,まあってやってたから、できなくなるので、えーはい、必死で今 日本に。 すがりに来てると、いうふうに考えていただいたほうがいいかなと。まあ、技術だ、なんだをね、なんとかしてくれないか、はい、ということですよね。はい。でも考えてみたら、このところの原油価格の先ほどの常年さんのお話で、低迷してますから、三3年連続赤字財政なんですね。はい、そうなんです。えー、あということは、あと2年ぐらいしか持たないかもしれませんね。そうですか。はい。一応、あの、サウジアラビアが持ってる、その SWF というね、はい、あの、ソブリンウェルスファンドってあるんですけど、うん、まあ、これがね、ものすごい勢いで減ってるんですよね。ーーだまあ、原油価格が高いときに、そういうファンド積み立てて、それの運用益で国家を運営する みたいなことやるんですけどロシアもうまくいってないし、サウジアラビアもダメなんです。大体ダメなんです。なので、まあ、あの、石油に頼らない経済っては必要なんですけど、果たしてうまくいくかと。そうですね。一応原理主義の国ですからね。ハーブ派っていうのがい一日5回お祈りしたりとかしながら工業製品作るわけですから、結構大変なんですけど、日本企業ならやっちゃうかもしれないということですね。まあそこに期待して、今回も。まあ、来たのかなと。まあ、あとはまあ、ちょっとその、世界地図を見たときにね、サウジアラビアのは非常に重要な国ですから、 中東問題でもね、ええ。はい、ま、アメリカはある意味側面支援するという意味でもまあサウジの重要性を話してますから。まあ、そういう意味で。まあ今回こういう動きになったのかもしれません、ええ。はい。はい 13日に安倍総理、ですから今日ですね、安倍総理とサルマン国王が会談し、経済を軸とした協力方針、日本とサウジのビジョン2030、これを打ち出します。サウジアラビアが目指す石油に依存しない経済の構築を後押しするため、日本が製造業、医療、投資、金融、こういった分野で全面的に協力する内容となっています。サウジアラビアは財政収入の 大半を石油関連事業に頼るまあ、偏った経済構造から脱却するためにえムハンマド副皇太子を中心に産業の振興インフラ整備を進めていますまあ、こうした方針もあって遅れていた日本企業の進出が本格化するということなんですねまたサウジアラビア国民のおよそ半数が25歳未満成長市場としての魅力も大きいということですえー、昨日もあの特製のタラップを使って降りてきたりとかね<ー>まあ今はお金 持ってるから、高級会社の車列がすごかったり、全部で1000人ぐらい来るっていう、<ー>昨日だけでも300人来たというね、すごいサウジアラビアですね。はい、でもやはりこの先は心配してるんですねあのですね、えー、まあその派手な、ねはい、外見とは裏腹に、えー、多分五5年以内に国家破産するんじゃないかと言われてるんですよ。えー そうなんですか。残念ながら。<う>あのね、サウジの経済っていうのはね、ええ、もう原油価格に完全連動ですので、はい、まあ1バレル100ドル以上あった時にはもう、もう左打ち割でうまうまだったんですね。ええ、で、これ、あの、忘れちゃいけないのがですね、サウジアラビアという国は、あれはまあ王国であってですね、はい、まあ今、権力者の皆さんというのは特に投票によって選ばれた人たちじゃないんですよ。ええ、で、そのまあ、あの、王族の中の権力闘争があって選ばれるんですけど、はい、まあ国民というのはですね、まあいろんな意見を持ってるんですが、その不満をですね、選挙で表明することはできないんです、はい、なので、まあ、 いわゆるこう、ジハディストと言われるようなね、イスラム原理主義テロリストの出身国に、サウジアラビア結構多いでしょはい。あの、アメリカの9.11だってあれ、実行犯15人ぐらいいますけど、うん、ほとんどサウジアラビアの人ですよね。<ー>だそういうのは、まあ実は、あの、そういう、まあ政治体制の問題があるんですね。えーえー、経済的に豊かでも、あの、うん、政治の民主化が進んでないと、<ー>やっぱりね、その反対意思表明するために、ああいう荒っぽいことをする人たちがいると。いうのは結構ポイントなんです。えー、で、経済がダメになってくると、もう今までそういう人たちはお金配って、まあまあまあってやってたから、できなくなるので、必死で今 日本に。 すがりに来てると。いうふうに考えていただいたほうがいいかな。まあ、技術だ、なんだをね、なんとかしてくれないかということですよね。はい。で,はい、でも考えてみたら、このところの原油価格の先ほどの常年さんのお話で、低迷してますから、はい。3年連続赤字財政なんですね。はい、そうなんです。えー、あ、ということは、あと2年ぐらいしか持たないかもしれませんね。そうですか。はい。一応、あの、サウジアラビアが持ってる、その SWF というね、はい、あの、ソブリンウェルスファンドってあるんですけど、うん、まあ、これがね、ものすごい勢いで減ってるんですよね。ーーだまあ、原油価格が高いときに、そういうファンド積み立てて、それの運用益で国家を運営する みたいなことやるんですけど、はい、ロシアもうまくいってないし、えー、サウジアラビアもだめなんです。大体だめなんです。はい、はい。なので、えー、まあ、あの石油に頼らない経済は必要なんですけど、果たしてうまくいくか,どか、えー。そうですね。一応。